シアトルコンピュータプロダクツ販売しようとした。これが SCP が8086用のオペレーティングシステムを販売し続けるためのマイクロソフトとの合意であったためである。オペレーティングシステムはシアトルドスという商品名で販売され CPU が箱に同梱されていた。SCP は後にマイクロソフトに対して IBM が顧客であることを明かさなかったことにより搾取であるとして 訴えを起こした。1986年、マイクロソフトはさらに100万ドルを支払うことで和解した。SCP は、インテルの8086システム市場が、IBMPC 互換機のもので占められるようになってから、事業を継続していない。ロットブロックの名刺シアトルコンピュータープロダクトの、住所は1114インダストリードクター。 シアトル WA98188 であった。写真のロッドブロックの名刺には、社長、ゼネラルマネージャーとの役職が記載されている。ありがとうございます。